小さなクマが夢中になって葉っぱを食べています。これは今週関川村で撮影された映像です。クマの生態に詳しい新潟大学の三口教授に映像を見てもらうと、もうすぐ1歳になるクマだと思います。実は葉っぱというのはそれほど栄養がないので、今の時期葉っぱを食べているというのは、まあ他に食べるもの、特に山の木の実が今年ないということを象徴しているような映像だと思います。今年はクマの餌となるブナの実が凶作で、人里に出没するクマが相次ぎ、県内ではこれまでに10人が襲われ怪我をしました。さらに今日開かれた県の対策会議では、本格的な冬を迎えても油断できないことが報告されました。今年のような大量出没年という年度では、年をまたいで熊の出没が記録されているということです。今シーズンは、暖冬も予測されています。暖冬も予測されておりまして、そのため熊が餌を取りやすい条件が継続する。県は熊の冬眠が遅くなる可能性などを理由に、警戒レベルが最も高い熊出没特別警報を来年1月末まで延長することを決めました。熊の出没の傾向も1月、下手すれば2月までこう伸びていくような形の中で、増加傾向にあるというようなお話もあったかと思いますので、少し期間は長くなりますけれども、県民の皆様からもご協力いただきながら、身を守っていただきたいというふうに考えております。県内の事情を知らない観光客にも注意を呼びかけるとしています。